日本維新の会の足立康でございます。私が、奥の筆頭ですね、奥の筆頭っていうのは野党筆頭じゃなくて立憲の筆頭の奥野さんにですね、これも3日かなの集会でロシアを断じて許すわけにいきません、そしてそのロシアよりも許せないのが今の与党だとブラブラブラっとおっしゃって、さらにですね憲法審査会について、今の憲法審査会は各党がいかに改憲熱意があるか、それを示す PR の場になっていますと、ひどい侮辱をされています。ぜひ最後10秒だけあげますんで、謝罪をしてください、お願いします。以上、足立お前という男は嘘、それに暴言、あたいは許さないからね。おいらは足立を許さない、俺の回し蹴り受けてみな。足立お前という男は嘘、それに暴言、あたいは許さないからね。おいらは足立を許せない、俺の回し蹴り受けてみな。